キャラメルと飴玉。キャラメルと飴玉とがお菓子箱のうちで喧嘩を始めました。やい、飴玉の間抜け野郎、貴様はまん丸くて甘ったるいばかりで何にもならないじゃないか。俺なんぞ見ろ、ちゃんと着物を着て四角いお家に入っているんだぞ。貴様なんぞは着物なんか欲しくたって持たないだろう。ざまを見ろやい。飴玉は真っ赤になって怒り出しました。失敬なことを言うな。うちにいる時は裸だけど、外に出る時にはちゃんと三角の紙の着物を着ていくんだ。第一、貴様の名前が生意気だ。キャラメルなんて高慢つきな面をしやがって。日本にいるのならもっと日本らしい名前をつけろ。こんちくしょう、横着なことを言う。キャラメルが悪けりゃカステーラはスペインの言葉だぞ。シュークリームでもワッフルでもよいが、菓子にはみんな西洋の名前がついているんだ。飴だのせんべいなどいうのはみんな安っぽいうまくないお菓子ばかりだ。嘘をつけ、羊羹なんていうのは貴様よりよっぽど上等だぞ。コンペイトーはロシア語の名前だけれど、俺よりずっとまずいぞ。ウェファースなんていうやつはいくら食ったって食ったような気がしないじゃないか。バカを言え、あれでもなかなか体のためになるんだ。俺なんぞは牛乳が入っているから貴様よりずっと上等だ。こんちくしょう、俺だってニッキが入っているんだ。ニッキはお薬になるんだぞ。貴様の中に牛乳が何合入ってりゃそんなに威張るんだ。何を誤植の、何を生意気だ。とうとうとっくみ合って大喧嘩になりました。最前から見物していたキャラメルの仲間のミンツ、ボンボン、チョコレート、ドロップス、飴玉の仲間の元禄、西郷玉、かりんとう、アルフェイトーなどはそれというので駆け寄って、双方入り乱れてごちゃごちゃに押し合いつかみ合っているうちに、みんなお互いにくっつき合って動けなくなってしまいました。そこへ坊ちゃんが来てお菓子箱の蓋を取ってみるとびっくりして、お母さん大変大変、お菓子が喧嘩をしていると叫びました。お母さんもやってきてこのありさまを見ると、それご覧なさい、一緒にしまっておいてはいけないと言ったではありませんか。私が壊してあげるから、お姉さんやお兄さんと一緒におやつに食べておしまいなさいと言って、金槌を持ってきてパラパラと打ち壊しておしまいになりました。